たった5分で手の返し方が身についてしまう素振り練習法を紹介します。90ギリゴルフレッスン TV。 昨日は乗鞍高原にドライブに行ったら無料で入れる温泉を見つけて入浴してきたブンブン鈴木です。このチャンネルはあなたの悩みをできるだけ簡単な方法で解決して90ギリを達成してもらうためのチャンネルです。で、今回の動画は手の使い方ですね、手の返し方が分かる動画になっています。飛距離が伸びるようになったりとかですね、スライスが治る、また肘が引けてしまうとかね、コースに行くと安定しないとか、そういう方がこの動画を見てもらうとですね、クラブの動かし方、手の使い方が間違わずにできる練習方法、素振り練習法が分かりますので、ぜひ最後まで見て実践をしてみてください。で、今回も3つのステップで解説をしていきます。まずステップ1、手がどういうふうになればいいのかというところを解説します。そしてステップ2では、クラブがどんな動きをするといいのか、ね、クラブの動かし方をしっかりとマスターしてもらいます。そしてステップ3では、これを一気に習得できる素振り練習法、いろんな練習方法があるんですけども、この練習方法はですね、間違えないんですね、正しいクラブの動きがすぐに習得できるような練習方法になっておりますので、ぜひやってみましょう、ね、ではステップ1から詳しく解説をしていきたいと思います。まず手の動きですね。手の動きはバックスイングでね、自分の右側に手が来ます、ね、自分の右側に手が来ます。この時、ね、左手はのグローブが右手より下にある状態です。そしてクラブがですね、ここではなく、ね、クラブヘッドがちゃんと上まで上がっている状態になっておりますね。この位置に来ます。そして振った後、ね、この振った後が特に重要なんですけれども、この振った後で左手のグローブが右手よりも下に見える、これが左手のグローブが上という状態、これは良くなくて、左手のグローブが右手よりも下にある状態、これが正しい手の動きになります。まずこれを習得していく必要があるということですね。で、これが左手のグローブが上にあるままだとフェースが開いているので右に飛んでってしまう、これがグローブよりも右手が上にある状態だとフェース面がしっかりと戻ってくるので、スライスしづらくなる、またフェースがね、右を向いて当たると飛距離も出づらいのですが、これがね、フェースがしっかり戻ってくるので飛距離も出てくるということですね。なので、この手の動きをまず覚えたいということです。そしてステップ2、今度はクラブの動き方ですね、これを覚えてもらいたいんですけども、クラブはですね、バックスイングした時に肩よりも低いところ、ね、ここから降りてきてほしいんですね。バックスイングしたところ、ダウンスイングの時ですね、降りてくる時に肩よりも低いところから降りてきてほしいんですね。右肩よりも低いところにクラブがあります。これが右肩よりも上にある状態、これだとスライスもしくはいい当たりすると左へ飛んでちゃうんですね。肩よりも低いところから降りてきて、そして打ち終わった後、この時に肩よりも低いところで、なおかつクラブが横向きになって振り抜いてほしいんですね。これが立ってる状態、これが立ってる状態です。見えますかね、これが立ってる状態です。これが横向き、これ横向きのところで振り終わりたいということですね。打った後、肩の下からクラブが横になって振り抜いてくるというところが重要なポイントになるわけですね。これがクラブの動きとしてすごく大事、クラブがちゃんと、ね、これがオンプレーンっていうんですけど、正しい軌道のところを通ってますよということです。これが飛距離を伸ばしたりとか方向性を安定する、もしまた正確にボールを捉えるためにも非常に重要な動きになるということですね。なので、この手の動きとクラブの動き、これを、ね、両方同時にマスターしていってもらいたいということですね。それをマスターする方法を最後に紹介していきます。ではステップ3で紹介していきます。まずクラブを持っていただいて、これ素振りでできますから家でもできます。クラブを持ってで、ね、もう周りに物が当たっちゃうと困るよってしたクラブを逆さまに持ってもいいです、ね、クラブを持ってこれで素振りをしていきます。で、振り上げた時に、ね、右手の腕、肩と肘の間に当てるように振り上げます。この時手は少し離れてもいいですからね。
振り上げて、でその後で打った後で今度は左の腕に当たるように、ね、肘と肩の間に当たるように、ここに当たるようにという練習をひたすら繰り返します。右腕、左腕、右腕に当てる、左腕に当てる、この連続で素振りをしていきます。この素振りをすれば自然とまずクラブはちゃんとしたプレーン上へ動きます。肩より上に抜けちゃう場合はですね、上に振り上げちゃう場合腕に当たらないので、肩に当たってしまうので腕に当たるように振っていくと、これをひたすら練習します。で振り上げた時少し手首が緩んでグリップから外れちゃっても大丈夫ですので、このまま繰り返し練習をします。これでまずクラブがこうね、丸い円を描くような、こういう丸い円を描くようなイメージ、これと縦になってますね、じゃなくて横、少し斜め横で円を描くような感じで振っていきます。円が描けてない状態ってのはこういうことですね。そうじゃなくて円になるように行きも帰りも腕に当たるように振っていきます。でこれをやっていると自然とですね、バックスイング振り上げた時は左手のグローブが下、振り終わった後左手のグローブが下という状態にできますから、この素振りをひたすら繰り返し練習をしていきます。でこれで練習場でできる人は実際にボールを打っていきます。でボールを打つ場合はですね、まずは振り上げた時よりも振った後ですね、振った後で左腕に当たるように振っていきます。半分の振り幅でいいですので、半分の幅で振って、で、まあ、打った時は止まってしまうと思いますけど、この後勢いよくいけばこのまま当たりそうだなという場所に来てれば OK ですね。ここで止まって当たる場所だったらいいです。これが上に行っちゃってると腕に当たらないですからね、上に行っちゃってると腕には当たらないので、腕に当たる場所に来てるかなっていうところを確認してください。うまく肩の下に来ていればちょっと手首を曲げるだけで当たりますからね、そこに来てるかどうかを確認しながら振ってください。当たるなというところに振り抜けるように、そうするとクラブのプレー軌道がすごく綺麗な円を描けるようになってきます、ね、でどうしてもですねボールを打とうとするとついついね目標の方にこうねクラブを持っていこうとしてしまう力が強くかけてしまうので、このね腕に当たるイメージで振っていくというのをですね、素振りで練習したり実際本番で、実際に、ね、ボールを打つ練習をしながら、習得をしていってください。でこれコースでやる場合はですね、自分の番が回ってくる前に少しね腕のところを意識しながら、特にフォローの方ですね、で腕のところに来るように意識をして素振りをしておくとですね、スライスしづらかったりですね、ダフリトップのミスも少なく振ることができますので、距離も安定して飛ばせますのでね、この素振りをして動きを確認して、それからボールを打つというのをやってください。昨日まで、一昨日か、火曜までね、とにかく上手くなりたい方向けのブンブン合宿というのを、マンツーマン合宿というのをやっておりました。で今回はね、2日間の日程での参加だったんですけど、まあ、初日はね練習場で、まあ、どんなゴルフをしてるかなという分析と、まあ、どういうふうにやるとねスコアが良くなるのかというと徹底的に分析して、その原因がね、ドライバーの安定性とパターが、良くなるとかなりスコアが良くなりそうだということで、パターを徹底的に練習して、そしてですね、もちろん他のクラブも全部練習したんですけど、で、2日目ですね、コースで実践をしてきました。で非常にね、習得が早く、パターもかなり安定して、バーディーも取れたりですね、難しいパーパットを結構入れられたりとかっていう風に進化していきました。僕はパターがもともと自分が一番得意なのもありまして、パターのレッスンをめちゃめちゃ研究したので、パターでねこう入るためのコツとか、どうやってやると安定してくるのかということですね、
確率を上げていけるかというところをやってきました。まあ、そんな感じで合宿ではですね、動画だけではお伝えできないことをですね、やっているというのもやっております。そんな話でした。これからはですもうですね、まあ、そういったところもねできる限り動画で表現できるようにですね、発信していきますので、チャンネル登録とですね、したりしてください。まあ、合宿等の案内を知りたいという方はブンブン鈴木からのゴルフレターというのが概要欄にありますので、そちらまあ登録してみると見てください。それではうまく伝わりますようにということで、一緒に90ギリを達成しましょう。ブンブー。